リンクスはアメリカ合衆国の企業ザッカーエアロスペースが開発していた弾道飛行用の有人宇宙船。ロケットエンジンにより飛行して水平離陸水平着陸するロケットプレーンであり、弾道宇宙旅行を目標に開発が進められていた。リンクスは二人乗りで微小重力実験用の積み荷や小型衛星を高度 100km 超まで運ぶことも計画されていた。 乗客一人当たりの運賃としては9万5千ドルが予定されていた。ザッカーは2008年3月26日の発表において2年以内にも打ち上げを行うとしていたが、スケジュールは以後たびたび延期され、最終的には2016年5月に従業員の1、3のレイオフ並びに今後は裏社とのエンジン開発に事業の重点を置くことを発表。 ついで2017年11月にチャプター7の適用を受け倒産した。リンクスは機体の胴体後方付近に液体酸素、ケロシンを燃料とする4機の液体燃料、ロケットエンジンを装備していた。これらのエンジンは1機あたり1万3000円の推進力を生み出す。ユニリーバが展開する男性用化粧品、ブランド、アックスのキャンペーンとして、 このリンクスでの飛行の22隻を購入し、2013年に日本を含む世界中から民間人宇宙飛行士を選抜した。ありがとうございます。